ろしいですか。では、あ、どちらでもうちは大丈夫です。あぐらでも大丈夫です。はい。テレビ東京です。よろしくお願いします。と大会直前になってご自身のコンディションいかがでしょうか。そうですね。まあ、体重はうまいこと落ちてくれて、あとはまあまだあと2日あるのでコンディションと。あと頭の整理だけ、はい、確認だけしてます。これで勝てると世界選手権、さらには東京オリンピックも見えてくるような大会になってますけど、その辺は意識はされます。そうですね、まあ、そういうふうに、そういうふうな状況になっていて、意識はするんですけど、あまり意識してしまうとそれがすごい膨らんできて、集中できないようになるのは良くないので、それだけ避けています。では意識しすぎないっていう話もありましたけども、このグランドスラムの、意気込みの補正をお願いします。はい、グランドスラムでは、関係ないんですけど、地元が京都なので、実家に近いということで、たくさんの応援してくださっている方が応援に来てくれるので、まあ、その応援を力にしっかり変えれるようにしっかり準備していきたいなと思います。ありがとうございます。はい、テレビの代表以上になります。各社さんありますでしょうか。すいません、TBS テレビです。改めてグランドスラムのメダル的な目標のところを聞かせてもらっていいですか。はい、エントリーしている数が少なくて、まあ、日本人とやるもう多分すごい早くなるのでしっかりと、まあ、その準備、日本人とやる準備っていうものもしっかり入れつつ、まあ、そこはやっぱりオリンピック目指す上でしっかり大事な一戦になってくると思うので、そこをしっかり勝ち切って優勝したいです。はい、他よろしいでしょうか。ではテレビ以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。